はい、どうも、じゃあ、ササヤンです。本日もニュースをつっついていきましょう。今日ご紹介するニュースなんですけども、デイリー新潮からです。今回ね、インタビューを主体としたものすごく長い記事なので、途中途中端折らせてもらいます。都合のいい部分だけカットしてお届けしますみたいな、ね。これじゃ切り取りなんですけど。まあそんなに切り取っているわけじゃないんですけども、ちょっと長いんでね、走らせていただきますが。で、説明文にですね、引用元の URL ね、デイリー新潮の URL 貼っておきますので、全文くまなくご覧になりたい方はそちらを飛んでみてくださいということでですね、早速見出しなんですけども、新型コロナウイルス最前線の医師が語った本音ということですね。なんだかのっぴきならないタイトルがついておりますけれどもね。では早速本文を読んでいきましょう。新型コロナ関連の報道では数多くの医師がメディアに登場して自身の知見を述べている。しかし最前線で感染者たちと接している医師の話をじっくりと聞く機会は意外と少ない。実際にはその患者を見たことがない専門家のオピニオンの方が多く流布されている。現場からの声として紹介される多くは治療現場の苦悩といったところに限定されているようでもある。そこで今回ある総合病院で新型コロナウイルスを実際に診察し、また現場の統括もしているベテラン医師に匿名を条件で本音を語ってもらった。なお匿名にした理由は特におかしなことを言ったつもりはありません。同じように考えている医師も多いと思います。でもただでさえ忙しいのに病院宛に抗議などが来るとたまらないから勘弁してくださいというものである。はい。でここからねインタビューに入っていきます。お勤めの病院はどんな感じでしょうか。現状をお話しする前に平常時の病院、医師がどうだったかを少し説明させてください。もともと日本は国民皆保険ですし、東京は医療へのアクセスが極めてイージーになっていました。中学生までは医療費ゼロですし、救急車を呼んでもお金は請求されません。欧米なら数万円は確実に取られます。それゆえ子供を昼間病院に連れて来られないというだけの理由で救急外来を夜間に普段使いするような親までいたのです。だからいつも病院が混雑しているということが問題になっていました。一方で開業医の先生も含めて医療機関側もそれで儲けていたという面もあったことは否定できません。どんどん来てくださいとやって医療費は国に負担してもらえばいいのですから。ただ新型コロナウイルスの影響で普段は安易に病院に来ていた方が減ったので全体としての患者数は減っています。1月2月に比べて3月の病院全体の収入は3割減といったところでしょうか。病床の稼働率も10% ほど下がっています。おっと、早速興味深い数字が出てきましたね。直接感染治療を行っている部署は激務だけれども、病院全体で見れば病床の稼働率が 10% 下がっている。売上収入がですね、30% 減っていると。そういうことなんですね。はい、じゃあ続けましょうか。新型コロナに関しては膨大な情報量が発信されています。この状況をどう見ますか？SNS で誰もが発信できるようになったことで不安をかきたてる情報が溢れすぎているという印象はあります。また地上波のテレビワイドショーがセンセーショナルに伝える傾向があるのは良くないと思っています。確かに政府の言う通りのことを流すのは政府広報になってしまうので良いことだとは言えません。しかし恐怖を煽って今の対応が危険だと強調しすぎているように思います。現政権が嫌いなのかもしれませんが、それと医学の問題は別です。なるほどですね。医療の現場に右も左もないということなんでしょうけれどもね。これなんか玉川さんに言ってんでしょうかね。よくわかんないですけどもね。はい、じゃあ続けましょうか。現在の政府方針、専門家委員会の方針は専門家的な知見のある人たちが議論して打ち出したものであり、相応の合理的判断だと現場の医師から見ても思います。ですから煽られておかしな行動を取るのではなく、とにかく今の対策を守ってもらわないと収束できるものもできなくなると思います。にわか専門家のコメントが全部間違っているとは言いませんが、大事なことをうまく伝えられていないと感じます。自称専門家はもちろん芸能人の方など不用意な発言でも視聴者は扇動されます。なるほど。玉の川が透き通るさんだとかですね、室井ゆずきさんみたいな芸能人だか言論人だかわけわかめな人たちのことをですね、なんとなく指しているんだろうと思いますよ。わかります、わかりますけれどもね。違うのかな。まあいいや。はい、じゃあ続けましょう。外国の例を簡単に紹介するのも問題です。海外ではこうだというのですが、それぞれの国によって医療レベル、それから保険制度、国民性、文化などの異なる背景があります。だから安易にあそこがいい、ここがいいという話ではありません。アフリカの〇〇ではこうだと言われても、その国には常に様々な感染症の脅威が存在する国かもしれません。
その国の政策を参考にすると言っても無理があるのではないでしょうか。そうした報道に煽られて検査や診察を求める患者さんが殺到していて、かえって病院が困っているとも聞きますが、どうなんでしょう。確かに必要とは思えない患者さんが検査を求めてくる事例はあります。直接こちらの病院には来なくてもかかりつけ医から紹介状を持ってきて検査を求めるケースです。そういう人の中で検査を断れた人が SNS やテレビで検査も受けさせてもらわないと主張することもあるのでしょう。ただこの間数多くの新型コロナウイルス感染者を見てきたものとして言えるのは、この人は陽性だなと思う人は検査に回さなくてもほぼわかるということです。ここちょっと重要ですね。もう一回言っておきましょうか。この人は陽性だなと思う人は検査に回さなくてもほぼわかるということです。あくまでもその診断を確定させるために回すのです。病歴を聞き、問診をして、 CT を取りといった診察の過程でかなりの確率でわかります。ところがそうした経験のないお医者さんが患者さんに強く言われただとか、あるいは患者医療サービスの一環として検査を求めるとどうなるのか。結果として本当に早くしてほしい人の検査スピードが遅くなります。これが問題です。なるほどですね。コロナにかかっている人は PCR 検査をする前にもう見た目で判断できるんだと。これは現場の最前線のいる方々だけに面白いというか、新しい視点ですよね。つまりこの PCR 検査の目的がコロナにかかってるかどうかをね、判断する目的ではなくて、むしろこれコロナにかかってるという確定させるための診断なんだとね。見た目で判断できるので、かかってなさそうな人は、まあ、最初からその検査の方までですね、たどり着かないというのが現場にいらっしゃる方々の事実として言えることなんだろうと思います。はい、じゃあまた続けましょうか。テレビに出ている専門家の強い主張の一つが、とにかく PCR 検査を増やすべきというものでした。これはどうなのでしょう。これは絶対に間違いです。少しでも専門知識がある人は全くこれを望んでいません。おほほほ、玉川さん、専門知識ある人は全くこれを望んでいませんですって、玉川さんでも分かるようにですね、この後ですね、詳しく説明しております。先生曰くですね、他国と日本が違うのはこの点で、本当に医師が疑った例のみ検査をやっている点で感染の広がりをコントロールできていることは確実です。日本のように国民皆保険の国で、なおかつ感染症に詳しくない町のクリニックまでもが自由に PCR 検査をできるように環境を作っていたら、間違いなく院内感染が多発していたでしょう。おそらくニューヨークやイタリアの日ではない状況になったと思います。かかりつけ医に相談することは否定しません。しかしそこに多くの人が押し寄せたら、結局クラスターを発生させかねません。そういった状況を作らなかった点では、当初検査を絞ったことは決して批判されるようなことではないのです。そして別の観点からも補足させてください。毎年インフルエンザの流行の仕組みをご存知でしょうか。インフルエンザの検査簡易キットの感度は7割から8割なので、2から3割の人は本当は陽性なのに陰性という結果になります。その人たちは病院のお墨付きをもらったということで自由に動き回りますから、コミュニティの中で感染を広げていきます。実はこれが毎年のインフルエンザの流行の大きな原因なのです。そして今年インフルエンザがあまり流行していないのは、多くの人が手を洗い、うがいをして、なおかつちょっとでも具合が悪ければ自ら行動を抑えるようにしたからです。その結果、実はインフルの人が感染を広めなかったわけです。話を PCR 検査に戻せば、検査のむやみな拡充に反対している人たちが恐れているのは、インフルと同様にお墨付きを得た、でも本当は陽性ですという人が感染を広めることにつながりかねないからです。なるほどですね。そういうことですか。これは合点のいく話です。つまり PCR 検査キットは完璧ではないと。イコール、その検査で、陰性だった人が、お墨付きを得たとばかりに動き回るんだけれども、本当は検査をすり抜けただけで立派なコロナの感染者かもしれませんよと。安心して動き回れる方が余計に厄介だと。そういうことを言っているんですね。はい、じゃあもうちょっと続けていきましょうか。よく韓国やイタリアの方が日本よりも検査数が多いと言って日本を批判する人がいるのですが、これは話が全く逆です。韓国やイタリアは最初に検査数を増やしすぎたがために感染を広めてしまったのです。テレビに出ている中でも自称専門家ではなくて訪問の専門家の先生もいらっしゃいます。そうした方に、日本の PCR 検査は少ないのではないかとか、より検査体制を充実させたらいいのでは
と問えば、そうですねと答えるでしょう。それ以外の答えのしようがありません。しかし、それで、それ見ろ、やっぱり PCR 検査が足りないんだと言い張るのはやめてください。繰り返しますが、現場で本当にこの病気を見ている医者でもっと検査数を増やせなどと言ってる人はいないはずです。だそうですよ、玉の川さん。チーンって感じですけどもね。はい。で、続けましょう。では、なぜ医者の中で PCR 検査を増やすという声が根強いのでしょうか。例年この時期はインフルエンザの患者さんで病院、特に開業医さんは混み合うのです。経営のことを考えると患者さんがたくさん来るのは悪いことではないと考える先生もいるでしょう。今年はインフルエンザ自体が流行していませんし、万が一コロナに感染している患者に検査をすれば感染のリスクがあるためほとんど行われていません。現在新型コロナの診察はあまりやっていないでしょうが、一部の人にとっては検査は怖いから検査センターにお願いするとして診察だけは引き受けたいというモチベーションがあるのかもしれません。そういう人にとっては仮に PCR 検査センターのものができれば都合が良いかもというのはうがった見方でしょうか。なるほどですね。PCR 検査を最大限増やした方が良いという医者、特に町医者などはですね、患者が来なくて売り上げが激減しているので、とりあえず来院してもらって、疑わしい人は大病院の PCR 検査をという道筋を作ってくれた方が、売り上げの貢献度が高いということなんですね。まあ、町医者だってね、結局のところ、あれは商売ですからね。なかなか考えさせられますね。はい。で、続けましょうか。世界的に見た場合、日本は死者数、重症者数少ないのはなぜでしょうか。これは政府の陰謀のように言う人もいますが、実際に少ないと思います。それはいろんな理由が考えられるでしょう。まず衛生観念が高いといったことがよく指摘されます。清潔な水が近くにある、靴を履いたまま家に上がらないとか、そういったことはあるかもしれません。また、繰り返しお話ししているように、医療レベルの高さ、アクセスのしやすさは大きいと思います。多数の死者を出したアメリカでは、救急車を運ぶのも、病院にかかるのにもかなりのお金がかかります。そうすると、具合が悪くても病院に行かない、行けないといった人は一定数出てしまいます。今回亡くなった人の多くが貧困層だということはそういうことでしょう。なるほどですね。これ、ニューヨークだの、ミシガンだので、爆発的な感染者、あるいは死者数が伸びたのは、第一に、医者に行けばお金がかかるっていう心理が働いて、重症化するまでは我慢してしまい、病院に運ばれた時にはすでに手遅れというような貧困層がね、大部分占めていたということなんですね。これはちょっとね、さすがにね、調べておりませんでしたね。後でもう一回調べてみたいと思いますけどもね。この記事の途中で実はですね、ちょっとさっき割愛したんですけども、インフルエンザの医療費の下りがございましてね。で、これ診療費と、それからタミフルをもらって、アメリカの、それね、病院でやるとですね、約ね、500ドル、日本円換算で5万円かかるそうなんですよね。それは病院に行かないよね。俺でも行かないと思うもんね。はい。じゃあもうちょっと続けましょうか。最前線にいる立場でメディアや一般の人に言いたいことは何でしょうか。必要な支援はありますか。特にメディアの方にお願いしたいのは、善や問題意識からなのでしょうが、常に国や都のやっていることは間違いだといった論調の報道は考えていただきたいということです。先ほども申し上げた通り、日本のこれまでの対応は決して間違っていません。死者数を見れば明らかです。世界が疑問視しているといった報道ばかり目立ちますが、海外では日本を評価する報道も出ています。単にそれがあまり紹介されていないだけです。死者数が少ないことをもっとポジティブに唱える論調が増えてもいいのではないでしょうか。私たちは国や都の定めた方針の中で動いており、それに背くことはありません。しかし、国元もいろいろと考えた上で方針を打ち出しています。その決定の過程には私たちも関与しています。明らかに間違った方針が出れば私たちも声を上げます。そういった判断ができないほど現場の医師たちはバカではないのです。おしまいと。はい、最後の最後の言葉でですね、ようやくその現場で働く医師の心の底のね、本音が見えたような気がしましたね。間違った方針が出れば私たちも声を上げます。現場の医師たちはバカではない。ということでですね、別に誰か特定の人に向けてね、この言葉を発信したわけではないんでしょうけども、どうしてもね、ささやうがった見方をしてしまいますのでね、個人的には医療現場におらず、スタジオというね、テレビの現場に出ずっぱっているですね、岡田晴恵教授、あの人に対してですね、この声が届けられるといいとは思ってるんですけれどもね、はい。
まあこんな感じでですね、 PCR 検査が進まない裏事情も含めて現場から上がる声をきちんと拾う、きちんと聞くというのはですね、医学もあるいはですね、僕が今いるマーケティングの分野でも大して変わらないんだなぁと思った次第でございます。それじゃあ今日もですね、最後は謎かけで締めたいと思います。岡田春江の口癖と解きまして、笹谷の好物を解きます。その心はエビ天です。お前の好物なんか聞いちゃいねえよって感じですけどもね。笹谷はですね、エビ天に関わらず、まあ、天ぷら全般が大好きなんですけれども、それで、25歳ぐらいの時かな、あの1回、まあ、1週間なんですけれども、あの全部ね、毎日天ぷらを食べようということで、毎日、天屋っていうね、あの天ぷらのファーストチェーン、ね、ファーストフードチェーンに、通っていたことがあります。バカでしょ。さすがに1週間ね、天ぷら食い続けるとちょっと具合がね、胃もたれを起こして具合が悪くなりましたけど、まあそれでもですね、今でも天ぷら好きなんでね、僕がね死んであの棺桶に入るときはですね、必ず天ぷらを入れてくれというふうに親族には伝えてあります。ということで、全くな無駄話でありましたけれどもね、本日も面白かったよ、ためになっている方はチャンネル登録、いいねボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。笹谷でした。